キリスト教東方教会東方諸教会費、カルケドン派聖教会非カルケドン派聖教会とは、カルケドン公会議の決議を不服として成立した諸教会の総称。非、カルケドン派の名称により、コンスタンティノープル総主教を名誉的なトップとし、ギリシャ聖教とも呼ばれる聖教会及びカトリック教会と区別される。 他にも様々な呼び名があり、オリエンタルオーソドックス、非カルケドン派教会、古東方教会、コーリエント教会等と呼ばれる。キリスト教諸教派の成立の概略を表す樹形図。さらに細かい分類方法と経緯があり、この図はあくまで概略を示すものである。非カルケドン派正教会信者の 国別分布主要宗教主要宗教少数派では、あるが重要な宗教少数派ではあるが重要な、宗教少数派わずかな少数派であるが、独立協会がある。地域日本では便宜的な名称として、東方諸教会、東方正統協会等と呼んでいる事例がある。なお、東方諸教会には、エフェソス公会議ですでに分かれたネストリウス派が含まれる、ことがある。 シェヌーダ3世、コプト聖教会の教皇アレクサンドリア、宗主教エルサレム聖マルコ修道院における、聖体礼儀、カルケドン公会議でカルケドン派聖教会及びカトリック教会から分かれたアルメニア、コプト、シリアの3教会と、その流れを組む諸教会である。主に中東に存在する。規模は小さいものではなく、中東など各地域において、 伝統的な教派の一つとなっている。アルメニア史と教会は世界で初めて国教とされたキリスト教会である。教義は愛称論の立場に立ち、単性論を否定、両性論もネストリウス派よりとみなし否認する。カルケドン派の諸教会からはしばしば単性論教会と呼ばれるが、非カルケドン派教会は単性論を コンスタンティノープルのエウティュケスの主張に限定しており、単性論協会の名称は事象として用いられることはない上に、いささか別称としてのニュアンスも含まれていると捉える。非カルケドン派は中立的な呼び名である。非カルケドン派正協会とカルケドン派正協会とは、彩服の形、天礼の形式などに多くの共通点があり、 見た目に似通っている部分も少なくない。両教会が東方教会と総称されるゆえんである。カルケドン公会議前の伝統は、非カルケドン派生教会とカルケドン派生教会の両性教会に受け継がれて尊重されている。近世以降、カトリック教会の勢力拡大に伴い、非カルケドン派生教会の一部は儀礼様式を保ちつ,つつ、 カトリック教会の協議を受け入れて、ローマ教皇庁の参加に入り、東方天霊カトリック教会となった。現代、非カルケドン派正教会とカルケドン派正教会との関係進化の話し合いは、東西教会の関係進化の話し合いよりは、比較的順調に進められている。以下に、非カルケドン派正教会の一覧と概説を挙げる。詳細は、 それぞれの教会の項目を参照。ありがとうございます。